ヤマト、ヒュー、金髪って変だな。ユマ、カムラットでーす。なんか言い方おもろいな。なんだお前。あ、ダーマ。押し込まれる。なんだここどこだよ。ということで本日東京ディズニーランド来ました。よろしくお願いします。えげつな。何がえげつない。いや楽しい場所だろ。お前遠くて広い空き地だろ。おいおいおい、失礼ですよ失礼。謝りましょう。なんで俺が謝る。違う、お前全国民に失礼だよ。俺が謝る必要ねー。謝る。お前こんな子、お前悪口言ったやつどんな顔して謝るんだろうな。分かった、すいませんでした。女癖の悪いヒーロー。基本的にエッチに見えますね。顎がすごい。楽しんでください、ゆうとくん。世界観を楽しみましょう。ということで本日の企画、はい、ディズニーナイナイ。ディズニーまで来てやることじゃねえよ。それをあえてやってくるのが僕たちコムドットですよ。グッと来た。グッと来ましょう。ということで、はい、まあ、せっかくディズニーランド来てるということでね、はいはい、僕皆さんの好きな言葉とか聞きたいなみたいな。あ、なんか好きな言葉とかあれば。だったら俺もあるよ。スパイダーマンって言葉がめっちゃ好きです。3世が小6で止まってるっすよ。それが一番好きってことは。あ、ラムギクなんか好きな言葉とかある。言葉がチキチキニーハーですね。あ、おぉ、どういうことなんだよ。パチキバーバーとかね。かわいいじゃん、僕じゃん。チビ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 チ。楽しくなるな。お前チキ、ほんとだな。もう大丈夫、もう大丈夫。モルトディズニーに媚び売りすぎて。お前ら、キモ。YouTube 界でディズニー来たからディズニー媚び売るみたいな言った時、かっこがスパイダーマン。ディズニーに全く関係ないこと言ってやんのが YouTuber だろ、バカどもが。そういうことできないんです。何にもできない。俺の好きな言葉、いいか。アラジン。うん、関係ないこと言って。今流行ってるよ、そういうの。アホニューワールド。俺の好きな曲どうですか。好きな言葉とかなんかあれば。ジリキュードゥッドゥ。マックスのやつはここまで来るんだろうね。うん、どうします。これじゃどこに返します。もうそろそろ故郷に返したいなみたいな。ディズニーに媚び言ってやん。また返す場所って言ったらどこだろう。だから慣れの果てのあの地獄みたいなのがあれ、カリブの海賊。あそこ返す。もう売りすぎてんな媚び。あれ待ち時間少ないけどめっちゃ面白いな。媚びの売り方すごくないですか。媚びの売り方、どんな売り方してるの。安いよ安いよ安いよ、コビ持ってけ泥棒。ネズミ小僧。腰も低かった。腰も低かった。バンバン言っちゃう、もうコビ。え、ヤマトなんか好きなことなんだ。俺はコムドットみんなのこと大好き。あ、こんな仲のいいコムドット、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。まあなんかユータの心を読んでいい。今のこいつよく日本語喋れんな。おい、まったくそう。おい、絶対そう思った。俺を何だと思ってる。なんでこいつ日本語喋れるんだろう。はてなって上に出てた。俺を何だと思ってる。ヤマト、うん、と思ってるんじゃない。ちょっと笑っちゃって、うん、本当に俺は何だと思って。笑っちゃう、わかんないから。え、何にもわかんない。ちょっとなんか断定してもらっていいですか。仮にあれだろうな、ビッグサンダーマウンテン。別ついに土下座したまま売ってるから。こいつだ。あの、なんだわかんねえけど、あのネズミみてえな形のアイスがうまいな、最近な。すごくない。あれうまい。何、共産なんかここに出てんの。熱い。ゆうたくん何食べたいですか。僕ですか。僕なんかはブリトー食べたいです、うん、コビ、売れ。ちょっと売れ。チュロスとかで売れ。僕なんか川の水なんか飲みたくなっちゃう。すみません、もう本当にワニなんで。もう何ですか。ちょっと一回その今日の設定とか置いといて、うん、やっぱ美味しいと思ってるって、うん、それは本当気になる。そういうところが嫌いなんだよな俺。うん、ゆうたに嫌われてる一部ではあるだろうね。ゆうがにおもろくこうワニ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 言われて、あ、ワニ来てんなっていう味しめてる感じが僕は嫌です。いじってる時よだれ出てるもん。僕からしたらもうワニいじりは虹の実なんですよ。出ちゃって出ちゃってもう。ということでそろそろディズニーナイナイやっていきたいと思います。それではやっていきまーちょん。ここで寝る。ずっとここにいる。ここで写真撮る。デビさん、勘弁してくださいよ。あんなドッキリ聞いてないですよ、デビさん。デビ夫人から電話。エルサ、雪だるま作ろうって言ったじゃないか。エルサ。エルサを呼ぶ。ヤンキー。キャストさんに憧れるヤンキー。混んでないのに進まない。
ちょっとスプラッシュマンってえぐない？あの落差は半端ない。半端ないよね。足の着方えぐい。えぐすぎだろ。俺帰る電車座れる？座れないだろうね。ゴムもんな。ゴムな。ゴムどこ？混んでいないのに座らない。見るだけ。はい、ということでディズニーナイナイ撮ってきたんですけど、アムギリ君楽しかったですか？ん？アムギリ君ん？アムギリ君楽しかったですか？ちゃんと喋れよ。お前何のためについてんだこの耳。眉毛でかすぎだろ。うぜえよ。聞こえてんじゃねえか。